い、皆さんこんにちは、デフです。今回はコトダマンデンボのダメージ検証を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回はボボボボボボボの、コラボですねのキャラクターである、デンボというキャラクターをね、ガチャで引きましたので、まあ、こちらの方のダメージ検証を見ていきましょう。まずは性能から見ていきましょう。デンボは光属性の A 種族で、文字がほぼぼ手でということで、ウジクとイジク、どちらも使いやすい文字となっております。そして、凄技が4文字以上の発動条件で癖がなく、このターン攻撃する光属性のアタックを強化。まず2バフをつけます。で、そこから、技、凄技を発動させた味方が、追加で少量な光属性攻撃。まあ、これはまあ、普通の攻撃2文字で作った時の攻撃みたいなもんだと思ってくれればいいかな。そして敵単体に超絶強力な光属性攻撃とさらに攻撃しますよという形なので、まあ、結構攻撃力も期待はできますね。まあ、ただアタックの数値自体はそんなに高くはないので、なのでまあそんなに高くはないですけど、バフをつけて殴るというところで調整されているのかなという気はしますね。そしてリーダー特性、デッキ内に光属性が12体いる場合、デッキ内全員の HP80、アタック80、汚染耐性100となってますね。まあ汚染耐性リーダーとしては十分なんですが、まあちょっと倍率が HP80、アタック80。これだったら、まあ満腹の降臨で、まあ汚染耐性多少 70% とか 80% でもいいんじゃないかな、みたいなところになってきちゃいますよね。わざわざこのガチャキャラを使う必要性がっていうところになっちゃいますね。そして特性がシールドブロックへのダメージアップ、シールドブレイカー。コピーマスの効果を受けないコピーガード、文字変換に手でを追加するということで、シールドブレイカーとコピーガードのダブルギミックとなっていますので、まあ比較的、使いやすいんじゃないかなと。まあ心の、魔球心の闇心かな、そう尖って読めばいいのかな、まあ、あれに刺さる、ようになっていますね。そして今回も祝福特性は解放しておりません。まあアタックの超過、だけになっておりますね。まあやっぱりこのバフっていうのがね、やっぱ非常に使いやすいキャラクターなので、まあ、光属性のアタックを全員強化してくれるので、まあ、種族関係なく。なので、まあ、すごい使いやすいキャラクターではあると思います。はい、ということで、今回も動画見ながらどれぐらいダメージ出たのか見ていきましょう。はい、ということで始まりました。リーダーはジャス&カロリーって書いてあるんですけど、これはジャスティーヌ&カロリーヌのことですね。まあ、リーダースキルは HP80、アタック70、デンボの攻撃力669となっています。まあ、今回これ7コンボなので、まあ、次の、10コンボのやつもあるんですけど、まあ、とりあえず今回は7コンボで見ていきましょう。ダメージが2616、1728、657。これが少量の攻撃。そして、デンボ自体の攻撃が42204となってますね。で、そしてこれが、今回参照にするのはこっちです。またまたま7コンボも取れたので、まあ、見比べてみようっていう形で、今のも見てもらいました。まあ、こちらが、本番ですね。こちらが10コンボになっております。条件は同じです。ダメージが6138、999、1653、これが少量のダメージとなっています。まあこれは他のキャラクターの、攻撃力に依存するので、この辺は毎回ばらけてきますね。そしてデンボ自体の攻撃力は54112で、合計59202となっています。これはね、光属性の中では相当高い数字だと僕は思いますね。まあ、この後過去のデータも見ていくんですが、電波の攻撃力はそんな高くないので、まあ、こんなにダメージ出るとは思わなかったんですけど、まあ、他のキャラクターもこのリーダースキルは同じ条件なので、まあ、なかなか面白い結果が出たかな。はい、ということで戻ってまいりました。光属性の過去のデータなんですが、まあ、やっぱり電ボ結構ダメージ出てましたね。単体攻撃で59202。これはもちろんバフ2がついてて、で、さらに少量の攻撃も味方次第ではもっと上がったりするし、回復系が多く含まれてたらもっと下がっちゃうし、というところで、まあ、ここは味方の攻撃力に、左右されてしまうんですけど、まあ、動画の数値を、まあ、今回は参考にしています。で、まあ、ナルカミユーのナの文字が、まあ、もちろんこれ爆絶なんですよね。なので、バフなしの爆絶よりもダメージが出ていると、いう検証結果が出ましたので、まあ、デンボ自体も相当強いんだなというところですよね。まあ、攻撃力的には超絶強力な、光属性攻撃だったので、まあ、ジンとかソロモンとかと、まあ、変わらないんですけど、って考えても、
この 59,200人、10コンボで 59,200人、7コンボでも、まあ、4万後半ぐらいは出てたので、まあ、だいぶ、ダメージ出ますよね。しかもバフにってことは、他のキャラクターにもバフがもちろんこれは電ボの能力なのでつけられるわけですよ。ってなると、まあ、実際ナルカミユーとか、まあ、シューとかジンとかソロモンとか、まあ、一緒に出していれば、まあ、この子たちもバフにの恩恵は受けられるわけですよね。そう考えると、まあ、かなり面白いんじゃないかなと僕は思いました。まあ、なので、まあ、モンストコラボ、まあ、今来ているモンストコラボのガブリエルだとか、アルセーヌとか、まあ、あのあたりと、使い方が似てくるのかな。やっぱりバフって偉大ですよね。無条件で他の味方も強くなるし、自分も強くなるし、ということで、まあ、バフの強力さが、まあ、改めて、これで分かったかなという感じがしましたね。はい、ということで、まあ、今回は、ボボボコラボの、電ボのダメージ検証をやらせていただきました。ボボパッチの方はね、残念ながら引くことができなかったので、まあ、今回は、ボボパッチの方のダメージ検証はなしとさせていただきます。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなど、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ここまでお送りしたのはデフでした。オツデフ。